はい、コランです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、ランクダブルゼータ、露出現率3倍ということで、史上初の3倍アップ来ました。これはね、とんでもないことになりましたよ。プニプニもですね、この3倍時代到来かということで、ウンチックホームズとですね、冬ドレッドの出現率3倍ガチャ来たんで、今日ちょっとねガチャでそれ狙っていくわけなんですけども、おっと、その前にこの3倍ガチャなんですけども、ちょっとね注意する点があるんで、そのあたりを把握した上でガチャをね回すとね楽しめるんじゃないかなと思います。今回出現率が3倍となっているキャラなんですけども、ウンチックホームズ、薄ら影族のダブルゼータ。必殺技は攻撃力をアップし、さらにデカプニを作る。スキルは自分以外の妖怪プニを出やすくする。おすすめプニンとはですね、必殺技はもちろん、スキル効果も嬉しいところ、技ゲージがたまらない。必殺技発動中に他のプニの技ゲージを貯めやすいよということで、当たり前のことが書かれています。もちろん元ネタがあります。シャーロック・ホームズっていうね小説が元になっています。シャーロック・ホームズは19世紀後半に活躍したイギリスの小説家アーサー・コナン・ドイルの創作したシャーロック・ホームズシリーズの主人公です。まあこれはね皆さん知っているでしょう。でこのアーサー・コナン・ドイルのアーサーつながりで、今回ねウンチック・ホームズが来たんじゃないかとね僕は思います。ちなみにですね、シャーロック・ホームズ、これむちゃむちゃ有名な小説で、テレビアニメ化もされています。名探偵ホームズということで、テレビアニメ宮崎駿監督でですね出ています。あのあれだよ、動物がキャラになっている、この犬が主人公のねあれです。解決ゾロリではありません。そしてもう一体のダブルゼータは冬ドレッド。必殺技はデカプニを4つ作り周囲を消す。スキルはサイズ3以上のデカプニを消すと、そのデカプニが降ってくる。そしてスキル2がですね、復活があります。これね最強です。おすすめプニンと、デカプニを4つも作る必殺技とデカプニが降ってくるスキルの相性が抜群。サイズの大きいプニが優先的にデカプニになるのがポイント。これはね欲しいね。そして問題の史上初の出現率3倍なんですけども、一応ですねチェックしていきましょうか。今確率がトリプルゼータは 0.2 のデフォルト値に戻っています。そしてダブルゼータは冬ドレッドが 0.75% 出現率アップ中、ウンチックホームズが 0.75% ということで、これが3倍になっているのかどうかなんですけども、これねちょっと分かりにくいんですよ。比較してみましょうか。初日の SSS からダブルゼータの新キャラの出現率アップの時の確率が、ウンチックホームズは 0.7% でした。そこから見るとさ、 0.7 から 0.75%、 おいおい、ちょっとしかアップしてねえじゃねえか、おい、これ詐欺なんじゃないの。まあそう思う人もいるかと思います。ちょっとねもう少し詳しく見ていきましょうか。その後で冬ドレッドが追加されて超アップきました。その時の冬ドレッドの出現率は 1.2%、 そしてウンチックホームズが 0.1% でした。あれれ、冬ドレッド狙っている人にとってはさ、確率下がってんじゃねえの。何がチャンスだよ。キュビンフットの出現率超アップの時はですね、キュビンフットが 1.0 になる代わりに、ウンチックホームズは 0.5% になっていました。おそらく運営の意図するところは、これをね基準に考えてるんじゃないか。ダブルゼータは 0.5%、 それに対してフィードレッドとウンチックホームズ合わせて 1.5% なので3倍、そういうことなのかな。ちょっと納得いかないけどね。ニャーサー復刻出現率アップの時のガチャ確率と比較していきましょう。ダブルゼータの冬ドレッドは 0.25%、 ウンチックホームズは 0.25%、 合わせるとダブルゼータは 0.5%、 これに対して今の 0.75、 0.75 は合わせて 1.5% なんで、まあ確かに3倍にはなっちょるけども、っていうかこれが基準なのか。まあ確かに 0.25 の3倍で 0.75%、 確かに冬ドレッドもウンチックホームズも3倍って言えば3倍、ただちょっ
と 0.75 で3倍っていうのは煽りすぎなんじゃないのっていうふうにね、ちょっと個人的には見て取れますけど、これ皆さんどう思いますか？ちなみにですね、ガチャに関しては景品表示法の有料誤認という法律が、まあ、このケースに当てはまるんじゃないかなと思います。これは何かっていうとですね、まあ、消費者保護の、まあ、法律で、一般消費者に商品サービスの品質や価格について実際のものよりも著しく有料または有利であると誤認させるような表示は不当表示、これは法律違反ですよっていうことなんで、まあ、今回のこのランクダブルゼータ出現率3倍っていうのが、この有料誤認かどうかっていうのはね、これちょっと主観的なことになるんで難しいんだけど、一見するとね、出現率3倍、おっとむちゃむちゃ出るじゃん、これチャンスなんじゃないのっていうふうに、まあ僕はね受け止められます。まあただですね、まあ一方で人によってはね、見方次第出現率3倍、確かに 0.25 の3倍で 0.75 事実を述べているだけで、それはさ勝手に有利って判断するのは君がさ誤解してるだけなんじゃないのっていうふうに言われれば、確かにそうもね読み取れます。これはね非常に難しいよね。皆さんどう思いますか？ただこの法律の解釈には判例があってですね、実際のものより著しく有利であることを示す、これの例としてはですね、まあ特別プライスで販売っていうね表示よく見ますけども、元の価格が表示されておらず比較ができない、まあこれはちょっとアウトなんじゃないかみたいな、期間限定でスペシャルパックを販売と謳っていて、全く同じ内容で何度も販売される、これに関してはね、ガチャもね詳しく説明読んでいくと最後の方に、なんかこの同じキャンペーンをね再度行うことがありますって書いてあるんで、まあそれを読まないあなたが悪いと言われればそれまで、まあただこの元の確率がね表示されておらずっていうのは、まあこれも難しい、確かに元の確率遡っていけばあるんだけども、どれが元なのかっていうのがちょっと分かりにくくて比較が難しい、まあただできないこともないので、これグレーゾーンだよね。この元の価格が表示されていなくて、まあ、問題となるケースとしては Amazon とかでね、まあ、半額セールとか 70% オフとか言いながら、もういつも半額、いつも 70% だったり、元の価格がちょっと高めに書いてあったりとかね、まあそういうケースあるんですけども、まあこれは解釈が難しいよね。そしてクイズプニオネアまた来ました。前回のね第1問はこんな問題でした。この後ニャーサーたちの一行の前に現れる妖怪は次のうちどれ？ほのぼく修道士、ひもじいワトソン、ハレロミ、ウンチックホームズ。これはね僕もね相当悩みました。ライフライン使いました。プニプニ公式の発表ですとですね、まあやはり A のほのぼく修道士とウンチックホームズで悩んだ人がね結構いたみたいです。まあ、ただですね 70% の人がウンチックホームズを選択しているということで、まあ、正解はウンチックホームズで、これはねもらえたんじゃないかなと思います。そして第2問、また難しい問題がね出てきましたよ。盗賊キュビンフットを怒らせた時に言っていない言葉は次のうちどれ？これ要注意ですよ。キザなやつ、モテなさそう、大したことない、宝を隠しているのもバレバレ。正解するとですね、必殺の秘伝書が一冊もらえます。さあどうなの？まあこれはですね、漫画5のねこの漫画を読んで、まあ正解をね見つけ出せば、まあ間違えることはねないんじゃないかと思います。今回ね第4話の聖杯と盗賊2がね、まあ今回の問題のシーンになりますけども、危ないクマ、例の盗賊にゃん、誰も届かない高いところから狙うなんて卑怯でうっすよ。ウィスリン、飛べるよね。私は後方支援タイプですし、なんだかキザなやつにゃん、この先にお宝を隠しているのもバレバレでうっす。来たよ来たよ来たよ。あれ以上攻撃してこないし、きっと大したことないにゃん。ちょっとちょっと、まあまあ一旦引き返してやってもいいですけどね。ということで漫画続いていくわけなんですけども、
まあ、僕がねここで正解言っちゃってですね、まあ、いつものように万が一外れるとですね大変なことになっちゃうんで、まあ、あえて正解は言いませんけども、おそらくあれかな、あれかあれか、ちょっとね今迷っているところです。キザなやつ、モテなさそう、大したことない、宝を隠しているのもバレバレ、どうなんでしょうね。さあ皆さんもね正解チャレンジしてみるとね面白いかと思います。それではいきます、単発でいきます、当たり前じゃないですか。さあ行くぜ、500ポイント高いよね、3倍以上にこっちを安くしてほしい、行くぜ。さあ来るのか、できれば冬ドレッドが来てほしい、いやウンチックの方かな、まあどっちが来てもね僕にとっては当たりです、両方持っていません。てい、何が出ますかね、かなんだこれは、でや白壁来ました、なんなのこれ。さあ皆さんはですね今回のガチャ回しましたか、そして何回ぐらい回したでしょうか、そのあたりもねコメント欄で教えてほしいなと思います。相変わらず渋いぜ。知らしめ